どうも皆様、こんにちは。ご紹介をいただきました野田義彦でございます。社会保障改革とそれを支えるための消費税を含む税制の抜本改革、この改革をずっと先送りしてきたことに、私は強い危機感を持っているわけでございます。で今日はそのことを中心にお話をさせていただければと思います。これは、我々の暮らしを支える あるいは経済全体を支える大黒柱のような存在であります。世界に冠たる国民皆保険の制度、もう一つは年金、高齢者の大体平均の年収が300万、そのうちの220万が年金収入、年金によって老後の生活は間違いなく支えられています。介護保険制度ができて、民間事業者が介護のサービスを提供するようになりました。というように、医療、年金、介護と、 それぞれ我々の暮らしには欠かせない存在になっているんですその社会保障制度が、えー、残念ながら今足元で大きく揺らいできていますどういう揺らぎがあるかこれは一つには人類が経験したことのない超高齢化社会に入ってきたということですあの二つ目は超高齢化と同時にあの少子化やっぱり 子どもの数がだんだん少なくなっているということ。そして何よりもですね、大きく変わったのはやっぱり財政なんです。出る方は右肩上がりなんです。社会保障にかかるお金も増えてきた。一時は公共事業に手当ったいろんな経済対策もあったけど、最近はまさに社会保障です。右肩上がりなんですね。入る方はどうか。六十兆円ピークにあった税収が今どん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 右肩下がりなんですね。 今約40兆円です入ってくるお金が。ということは出る方は右肩上がり入る方は右肩下がりこの姿をワニの口っていうんですワニの口のように広がってきたそのような中で特に考えていかなければいけないのがですね年金や医療や介護だけではなく支える側の人たちがきちっと生活をしていける環境を作らないと 社会保障というのは成り立たないんです何といってもこれから皆さんの関心があるのは就職でしょう就労対策だと思うんですグローバルな世界の中で本当に活躍できる人材を作っていくようなそういうような視点の中からこの6月までに若者のいわゆる雇用戦略就労戦略というものを作る予定でございますが人生前半の IT ならば社会保障も しっかりとサポートをしていくことによって、全世代の社会保障を構築することによって、その持続可能性を担保していくと、まあ、そういうような改革をしていかなければなりません。で、問題は、じゃあ、そうした社会保障の改革を支えるための財源をどうするかなんですね。財源。それはお金がなくては、支えるものがなくては、さまざまなサービスを実現することはできません。負担なくして給付なし。 これが原則だと思います。財政規律を守りながら、社会保障を支えなければなりません。そのために必要な措置というのは、安定財源を確保すること、日本の基幹税は所得税、法人税、消費税,消費税ありますが、一番景気動向なども踏まえても、安定した財源としてカウントできるのは、消費税、公平な税金である。この消費税によって、社会保障を、 私どもは支えていきたいというふうに考えているわけであります。お子さんからお年寄りまで、これ、オールジャパンで出すお金です。そのことによって、全世代対応のための社会保障を基本的には支えていきたい、すでに政府・与党として、2014年の4月から8%、2015年の10月から10%に引き上げる草案をまとめさせていただきました。ここれらのことを、 一括して実現をするためには、えー、国民の皆様の理解がなければいけません。そのための説明の機会を、これからもしっかりと取っていきたいと思うんですが、というのは、今申し上げたようなことは、政府だけで考えていることだと、これ、政府のそろばん感情なんですね。問題はもう一つ大事な感情があるんです。国民感情ソロ感情と国民民感感感情情情ととが噛み合わないと この改革は進まないんですその国民感情の中で一番大事なのは、まさに若い人たちの感情なんです、今抱えているこの社会保障の問題を直視し、自分たちのこととして捉えていただけるかどうかなんです、それがまさにこのこれらの一体改革を成し遂げられるかどうかの、私は生命線であるというふうに思っています。 これを放っとくと、もう雪だるまが下り坂を転がるように大きな大きな球になってしまって、持ち上げていくことはもうできなくなってしまいます。そうならないためにも、私の政権のときに結論を出したいと思っています。こんな話をしても、あまり拍手喝采を浴びることはありません。負担を求める話ですから、それはなかなか納得してもらえないんです。だけども、本当に今生きている若い世代、 将来の世代をおもんばかったときに、今さえ良ければいいという政治をやっているわけにはいかないんですね。これからのことを考えた未来をおもんばかった政治をやらなければなりません。その流れを私は作り出していきたいというふうに思っております。